はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、皆さんにあの頃の遊戯王もね思い出してもらおうと思いまして、本日はですね、先週行いました昔のカードだけで遊ぼう大会というこちらのね、ハイライトをちょっとご覧いただければなと思います。これどういうルールかっていうと、遊戯王っていうのは発売時期によって第1期とか第2期とか第3期とかって分かれてるんですけども、第1期から第3期までのカードしか使ってはいけないというルールでやった大会でございます。要するにですね、本当に昔のカード、1999年から、だいたい2004年ぐらいまでの、およそ5年間ぐらいの本当に土初期の土初期のカードしか使っちゃいけないっていうルールでやった大会でございます。めちゃくちゃ懐かしいカードいっぱい出てくると思いますんで、ぜひね、遊戯王っていうゲームをね楽しんでいただければなと思いますんで、早速ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。高校を取った、いいだろう。俺とゲームをしようぜ。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできた。デュエル。デュエル。いつ？俺のターン。ハンドはまあそこそこだ。セット。カードをセット。いいのかそんな貧弱な、そんな貧弱な。カードを引くぜ。デュエルでいいのか。俺はカードを1枚セット。カードを捨てるぜ。ああ。まず挨拶しに行くか。ドンザルーグを召喚。お前の手札は1枚捨てさせてもらうぜ。いけ、ドンザルーグの効果発動。相手の手札をランダムに1枚選んで墓地に送らせてもらう。つえこれはつい。この効果が最強だ。これがゼロ三環境。何いいだろう、俺のターン。ドロー、さらに判別してもらうぜ。俺はならずもの傭兵部隊を召喚。ならずもの傭兵部隊の効果を発動。やりやがるな、月の書か。いいだろう。殴りに行くしかねえか。バトルフェイズ行くぜ。ドンザルーグの攻撃いった。いいだろう。ただその攻撃力1000では俺のモンスターには太刀打ちできないぜ。ターンを終了するぜ。ターンエンドだ。よくデッキかぶらないですね。あ、確かにね。カードを引くぜ。トマトハンデスの最大だぜ。モンスターをアドだ。やべえ。頼むぞ。やべえの来た。ガチでやべえの来た。ガチでやべえの来たって。ガチでやべえの来た。ちょマジでやばい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 。助けて。助けて。助けて。危ない助けてくれ。執念深きのお前自身。あワンポイント解説、覇者の体験馬王。このカードは戦闘で破壊したモンスターの効果を無効にする。つまりこのカードを装備したサイコショッカーはトラップカードとモンスター効果を両方とも無効にできるのである。強すぎるだろ。ふざけんなよ、ふざけんなよ、助けてくれ。なんだこの環境トップ戦術。きたトップ解決能力。これが俺のディスティネートローだぜ。俺は手札よりマジックカード地割れを発動。くたばれ人造人間サイコショッカー。そして俺は黒き森のビッチでいいのか。攻撃表示で召喚黒き森のビッチだぜ。バトルフェイズ行け。黒き森のビッチ30枚デッキで回答札をデッキトップで引く。これが実況者、これが遊戯王実況歴4年のディスティニードロー能力。ターンを終了するぜ。みんな見たか、これが配信者の能力だ。伊達に日頃からデュエルで鍛えてないってドロー力をな。ディスティニードローで何を引いてくる、何を引いてきても俺には通じないぜ。ディスドロス食べたとしてこの時代に1枚で盤面ひっくり返らない。そうなんですよ。それがいいところですよね。この環境でなんか1枚でなんかやばいこと起きるってことないんで、だからディスティドロ強いけど、そんなやついました。あー僕のウィッチが俺のウィッチが
カードを1枚セット。いけ、読みへ渡る船を召喚。いけ、読みを、あっ道連れ発動。お前のカオスソーサラーは破壊させてもらうぜ。ターンを終了、ドローフィーズだ。スキップされるぜお前のな。お前のドローフィーズは供物を使ったことによりスキップされる。つまり俺のターンだ。ずっとずっと俺のターン、俺のターン。ドローカードを1枚、まあいいや、もう殴るわ普通に。ブラッドボルス召喚。まあ、ぶっ倒しがいのあるやつを見ると燃えてくるぜ。バトル食らえ、ブラッドボルスの攻撃、ブラッドワックス。あぶね、サイコショッカー出されて詰んだと思った。さあラストのデュエルだ、楽しんでくれみんな。最高の戦術で挑んできな。ゲームをするか、いいだろ。俺のターン、俺のターン。カードを1枚セット、モンスターを伏せるぞ。カードをセット、カードをターンを終了する。ターン5つ、俺のターン。カードを引くぜ。楽しむならカード効果読んだら終わり。アニメかよ、アニメじゃねえか。普通にデュエルするなら効果読んだぜ。おっとサンクセ怖えな、モンスターを。おっと怖えな、サンクセは。サンクセ怖えな、おい。ドロー、サンクセ怖えな、おい。サンクセ怖えな。セット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 感があるなこれ。で待って、セットセットショッカーだったら、ショッカーでも別にいいか。ショッカーでも別にいいね。ショッカーでもまあそんなにいいかみたいな感じ。サイクロンとか1枚くらいあんのかな。1枚ぐらいありそうだな、サイクロンとか。まあでも1枚だったらいいか、サイクロンぐらいは打たしてやろう。さあどうする、サジンか、いいだろ。さあサジンの大竜巻で、お、今セットされたカードは破壊、いいだろう。これは11交換だ。ターンエンド。さあどうする、カードを引くぜ。これが03って感じだぜ。セットセットで、おっと、セットセットで回るぜ。黒き森のウィッチ全部でぶん殴りに行くか。全部でぶん殴りに行くのは結構ありだだな。いやまだ早いかなこれ。これどうだろうな、これセットあるな結構。これなんでしょうねこのセットモンスター。岩石の巨兵とかなんじゃないかな。戻してぶん殴りに行くのありですね。戻してぶん殴りに行くか。戻してもう全部でぶん殴りに行こう。もういいや、ディスティニードローいいよ。ディスティニードロー、あでもディスティニードローきついか。ディスティニードローされたらブラックマンシャン飛んでくる。ブラックマンシャン飛んできてライフ得られる。いやいいんじゃない、ブラックマンシャンは別に。なんか全部でぶん殴りに行く説、とりあえずバトルフェーズに移行するぜ。いけ、全部でバトル、いけ、800のダイレクトアタック。そして黒き森のウィッチでダイレクトアタック。モンスターでダイレクトアタックだ。これどうしよっかな、これ迷うなこれ。まだここがあと1100でしょ、あと1100でしょ。いや殴ろう、ここはもう行こう、ここはもうライフ取ろう。これでライフレースで有利になって、これでディスティルトされよう。これもしょうがない。俺は未来を信じる。さあどうするミカシン、お前のターンだぜ。何、さあどうする、やはり岩石の巨兵だったか。まあ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 、しょうがねえ、いいだろう。さあディスティニードローはさせてやるぞ。いいぜディスティニードロー、発動しろ。さあこれでどうせカーテン引いてくるんだろ、どうせカーテン引いてくるんだろ。読んでるんだよ。じわれ、何地割れ、地割れも別にいいんじゃないかな。守備力低い方だっけ、攻撃力が一番低い。あ、まず、バンペイは別にいいや。バンペイは別にいいっす。特に問題はないっす。さあ、どうする、カーテン、もちろん、マジックドレインは発動させてもらうぜ。お前の手札にマジックカードがない場合、効果は無効になるがどうする。
よし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 、分からせてやるぜ、分からせてやる、ドロー行くぜ。俺はクロスソウルを発動、お前のブラックマジシャンはリリースし、俺は史上最強のモンスターを加えさせ、よし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 行くぜ。俺はブラックマジシャンをリリースし、アドバンス召喚人造人間サイコショッカーカードを1枚セット、ターンを終了するぜ。よし、トラップ引け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 、モンスターだ、くそ、俺もモンスターだ、ドラー、いやーマジか、殴るしかねえ、殴るしかねえ、バトルだ、いけサイコショッカー、電脳エナジーショック、よし、圧倒的有利、圧倒的有利、圧倒的有利、トラップトラップトラップ、砂時計光るか、砂時計が光るか見るぜ、ドロー、砂時計はもちろん光らない、バトルだ、いけ人造人間サイコショッカーの攻撃、でんのエナジーショック、おっしゃー、これが03環境だぜ、みんな、これは闇のゲーム。反省文、岡本さんにさ、あの黒住さんリプライかけてさ、あの反省してくださいって言っといて、あんだけ昨日敵調整したらどこ行ったんだよ。あ、長所さんはじめまして、あんまり KC とか走らないんでこういう企画最高です、よかった、長所さんぜひ次回は参加してくださいね、幹部会に昇進してもらって、グラビティバウンドをすり抜ける。さあ、さっき、なんか急になんか評価がやばいスキル発動されてるよ、気づいたら気づいたら最強スキルがやばいこと起きてるよ、なんかあれ、メタリック選手権かな、 NRI かな、これはここでも見んの俺たち、このムービーここでも見るんすか、このムービー、僕たちは俺の動画にどんだけゲートカードやってる、ああ合体魔人将来親の声を顔より見た召喚ムービー、何回見るんだよこの召喚ムービー、俺の動画のチャンネルの視聴者さんは、さあバトルビー取った取った取った、サイクロン、さあサイクロンによってやばいカード入ってんだこれ、やばいカード入ってんじゃん、海、何、ん、海からの刺客、ワンポイント解説、海からの刺客、海がフィールド上に存在する場合、自分のフィールド上の水属性通常モンスターはこのターン相手プレイヤーに直接攻撃をすることができる、海がフィールド上に存在する場合、自分のフィールド上の水属性通常モンスターは相手プレイヤーにダイレクトアタックをすることができる、なんて強い